よしよし。国の100万円補助計画。これをね、きっちり考える必要があったんで、書きます。まあ、それなりのきっちりとした目的がないと、書かないと通らないので、まあ、このようにね、説明していきます。まあ、一応、自社の概要説明を求められたので、まず、VTuber って何？って聞かれたので、そこから説明します。VTuber という配信の中には、配信っていうのは、ライブ 2D または 3D のアバターを使って活動している VTuber が存在します。そして、バーチャル YouTuber、愛好 VTuber 呼ばれて、現在、バーチャル YouTuber は2万人を超えています。匿名性が高く、社会を安全に交流できるのが特徴です。で、私は YouTube でチャンネル登録者数1200人の VTuber として働いています。ごめんなさい。働いてるって、仕事みたい。YouTube でチャンネル登録者数は今、1300人でやってます。VTuber は通常ゲームの実況が多くいるのに対して、まあ、YouTube の始め方やチャンネルの運営方法を自分の私の経験と数字で立証していくコンテンツを発信しています。教育、ハウツーをカテゴリーにしている非常に珍しい YouTube チャンネルです。私が YouTube を始めるきっかけっていうのは、資産が数十億円の大学の教授にスーパーカーに乗せてもらった大学3年生の秋です。あれはマクラーレンで6000万円するのかな。で、通常のサラリーマンは決して買えることができない、まあ、家より高いお金なので、車なので不動産？動く不動産。まあ、教えてくれないなと思いながら冗談で、なんでお金持ちになったんですか？と質問したのが人生の分岐点で、まあ、それまで私は、まあ、定年まで雑草のように目立たず生涯を終えようと思ってたんです。でも、教授は研究所が欲しかったから教授になったとか、年収1000万円はお小遣いとか言ってたんですよね。全然それは嫌味じゃなくて、事実ですね。仕事は辛いもんじゃなくて、好きなことで人の悩みを解決することと、仕事の概念が変わりました。私は、単位を学年で一番取ったんですけど、何でも挑戦して、その一つが YouTube だったんです。で、2015年から活動を始めて、総再生回数は42万回を超えました。VTuber のカテゴリーでは、2万人のうち1100人。チャンネル登録者のランキングでは、ランキングが3178位。で、インプレッション数は28日間でおすすめと3万回表示されています。よし。次は、経営方針と目標。人々が明日をより豊かな日常を送るためには、昨日より今日より明日と影響力を大きくしていく必要があります。これが影響の輪というもので、自分の取り組みとか自分ごとってかな、自分がやって影響力があるもの、これは意識しないといけないんです。で、天気とか過去の失敗とか上司の態度とか、それ考えてもしょうがないんですよね。まあ、パワハラだって訴えたり、まあ、上司がどっか行くように根を回すっていうのは影響のうちに入りますがね。で、成功する人は自分が行動することで変えられる影響の輪を意識します。実績を獲得して人から認められて心に余裕が生まれる。で、そんな人に人々っていうのは集まってくるんですよね。他の人は自分にも恩恵があると分かってるんですよね。これが前置きで、まあ、結論は一度きりしかないぶつけ本番の人生をみんなで生きています。人間は助け合う生き物で、私の好きなことは人に生きる目的を考えさせること。仕事は辛いとか、生きるのは辛いとかよくニュース、テレビで聞きますけど、全然そんなことではなくて、自分が作る環境で楽しむ人と活動して、人の居場所を作るっていうのが私の経営理念です。いやー、なるべく余計なことを言わないようにしないとな。一言余計なんだよって、よくね、上司から言われてたんですよね。で、もう一つの経営方針は、自分を信じる必要性を発信しています。YouTube なんか無理だ、やめろとか、圧倒的にその分野の情報が書ける人が、やったこともない人がやらない適当な言い訳をやってきたんです。まあ、視聴者に伝えたいことは、自分は何も取り柄がないと思ってても、環境を整えると人生が一変するっていうこと。
とは、人の幸福は誰かに必要とされる自分の居場所です。高齢者に後悔していることはって尋ねると、誰かともう一度会いたいとか、挑戦するね。ただ寿命を迎えたことに私は恐怖を感じました。くだらない物事の自分がどうにでもできない愚痴を言うより、自分の影響力を広げるっていうことを考えよう。それはお金でも人脈でも自分を強く豊かにする。挑戦する人を世の中から増やしたい。環境を変えたら楽しくなる。そう思っています。じゃあ、サービスの内容は何にしようかな。特徴の冒頭でお話しした資産を増やすテーマを詳細に説明しています。YouTube 収益を頑張る人を対象に、活動する目的といった心構え、チャンネル運用に必要なアナリティクス、統計分析を提供しています。収益化の条件であるチャンネル登録者数1000人以上の登録、方法、動画を作成しています。Google 傘下の、Google 傘下の YouTube プラットフォームで YouTube と生放送を組み合わせて発信しています。そう、動画と、このようにライブ配信を行って、またそれを編集して投稿する。これでカウントは2ですからね。で、内容が被ったやつ、無駄な時間があるやつ、ライブのやつは基本的に消してアーカイブには残らないようにしてます。YouTuber になりたいです。そんな人たちのために、初心者レベルのことでは、まずチャンネルの作り方。1本の動画を作るのに5時間かかるとして、100本作ると500時間になります。1日3時間を半年続けられるのか、途中で諦めないためにも目的を毎日意識した方が良いです。これ意外とバカになりませんからね。なんでかんだ言ってモチベーションがなくなって、成功していても収益化していても途中で引退する人多いんですよ。いやー、私もならないように気をつけないとな。市場のリサーチ、特化型のチャンネルにすることを解説しています。ファミリーレストランのように何でもテーマを取り扱うと、結局何のチャンネル？となり、YouTube からおすすめされなくなります。なんでおすすめされなくなるかっていうと、人におすすめするときにも、この人は何のチャンネル？って言えないとおすすめられないし、話題にもあげないですよね。それより、車と言ったらこの人だな、このカテゴリーと言ったらこの人でしょっていうような特化性を持つことが、人にも AI にも勧められるチャンネルと言えます。ライバルのリサーチ。自分のやりたいテーマが決まったら、徹底的にライバルをリサーチします。ゲーム実況が好きならゲーム実況のチャンネル、キャンプが好きだったらアウトドアチャンネル。リサーチする理由は、再生回数が伸びる要因を確認するためです。では、具体的に伸びるチャンネルはどのような特徴があるのでしょうか。キャラクターは個性的、内容が作り込まれている、あとは引き込まれるオープニング、収益化が上手、テーマの統一感がある。で、原因が分かったら、具体的なアクションプランっていうのは私は考えていて、それを実験しています。これもっと書けばよかったな。収益化する手段。初心者レベルの次ですね。動画だけ作っても、認知もしてもらえなければ、誰も見てもらえないです。なので、自分で集客する必要があります。あとは、YouTube の気分で広告っていうのは剥がされたりします。知名度が高まり、信用が構築されたら、YouTube プラットフォームの以外で商品を販売します。次、市場動向ですね。これをね、説明する必要があったので、みんなは結構知ってると思うんですけど、YouTube 業界は2015年から2022年にかけて、流入金額が10倍以上の600億円となりました。600億円って何？それは YouTube の広告だったり、企業案件だったり、グッズ販売っていうのは含まれます。YouTuber という職業が世間から認知され始め、大人のなりたい職業でも上位4位です。こんばんは。公務員が2位なのは、夢と現実のように答えを出す人が二極化しているように伺えます。公務員が生きがいの職業とは考えにくいですからね。コロナで巣ごもり需要の影響で拡大した配信、YouTube とかのプラットフォームで、
地域化は難しくなっています。この規模は盛り上がったものの、拡大した YouTube の市場以上に広告収入を目的としたチャンネルの新設が数を上回っているからです。その結果、YouTuber、VTuber の配信のみでも2万人を超えて、深幅化して、その他の大勢に埋もれる人が9割以上となってしまったんです。以上の観点から、同じ激戦区で戦わない、戦いを省略する、まさに戦略っていう目的でね、教育カテゴリーにて活動しています。経営状況、まあ今のところはできてないですね。聞かれたので言っただけです。特徴、私のチャンネルの特徴は、資産を、まずは、前提として、資産とはお金に限らず、知識や経験、人脈、そうすると定義します。限られた人脈で資産を築いて幸福な環境を構築する方法を実験しながら数値で実証していくコンテンツです。市場をセグメン化して資源を集中させる。まあ私の時間、限りある時間ですね。で、強者と、差別化を図っています。自分の専門性を生かした特化型のテーマで勝負しないといけないです。これは内容が、被っちゃったかな？まあ、このように、私も節税をして、確定申告を行って、還付金が10万円ぐらい返ってきたんですね。知ってると、資産になる。そういうものを発信していってます。で、難しいことを、節税はとか、配信していきたいんだけど、まあ、馴染みのないものなので、まずは YouTube のやり方で収益の方法とか、広告の収入とかいうものを解説していきます。まあ残念ながら私は収益化できていないんだけどね。現在は VTuber、YouTuber が稼ぐ方法を自身の経験数字、あともう少し発信しています。で、知名度が高まって影響力が出てきたら、ファンと触れ合うコミュニティの形成と、コンテンツの拡充で、ふるさと納税等のお得な制度を開設していく予定です。まあ、知識はお金で、例えれば、お金のことを話すなら、YouTube のふるさと納税、あ、ごめん、ふるさと納税は寄付したお金以上のリターンが得られるお得な制度です。逆にやらないのがおかしいくらい。まあ、今回はね、話してる。雑談に近いので、特徴、差別化をしないといけないんですよね。差別化っていうのは言い換えると、このチャンネルでしか得られない価値があるのかということです。独自性がないとチャンネルは100%伸びないです。牛丼屋で、吉野家と好きや、松屋に劣る牛丼の屋を作って誰が行きたいですか？っていう話なんですよ。遅い、まずい、高いの牛丼の屋を作って誰が行きたいと思いますか？これは YouTuber だけじゃなくて新規事業でも同じです。この価値はここでしか得られない。そういうものを作らなければ成功はできません。YouTube や事業で成功したいなら、まずは圧倒的な分かりやすさ。ブーメランだな。私に突き刺さってくるな。YouTuber には私が始める前にもビジネス系の話をする人はいました。でも分かりにくい。抽象度が高かったり、専門用語が多くて何を言ってるか分からないって言われるし、私も事業計画書を書いているときに、結構おじさんからね、職員さんから分からないって言われますね。で、もう一つは、明日から使えるアクションプラン。どんなに勉強を頑張っていても、視聴者、私が明日から使えるものでないといけないっていうかな、モチベーションが上がらないので、特に自己啓発系の話とかは、本ですね、動画でも、私はもう他の人が要約したものを、もう見て5分くらいで、で、時間をかけて、メモ帳に書いて、それを読んでますね。まあ、これも台本を作るのに結構な時間を費やしています。具体的に明日から何をしたいのか分かりにくいものが多かったです。上級的なものっていうのは、ニーズが少ないんですよね。ピラミッド型の頂点に当たるんですから、やっぱり下の方の初心者っていうのが、そして上級者っていうのはもう自分でも調べる力がついているので、差別化もう一つのためには、私はアニメ文化の日本でも馴染みやすい、親しみやすい VTuber での配信、そう思ったんです。他の内容は、
堅苦しいおじさんが話す VTuber、あ、間違えた、YouTuber と比較して、ひたすみやさは相対的に VTuber が有利です。VTuber カテゴリーでも取り扱うテーマが異なるように、大手チャンネルとの戦いを注力する、まさに戦略を指揮しています。この VTuber はアバター型なので、バーチャルアバターなので、ゲーム実況との相性が良いです。他の VTuber はゲーム実況が王道です。このように、これがマップ、ボリューム図なんですけど、普通はここでまとまってるんですね。ゲーム実況の VTuber ってかな。私はここの教育系フィールド、ここに置きたいですね、ポジションを。ウイルス、感染症の影響をすでに取り組んでいる対策として、コロナウイルス感染が騒がれて、自宅ワークの需要で YouTube が利用されると思い、活動したのが2000年の2月からでした。VTuber として活動したのは2021年の5月からです。YouTube の活動自体がコロナ対策って言ってます。予想外だったのは、自宅ワークでの YouTube の参入者が多かったことです。経営状態で収益ないって言ってた。何が難しいかっていうと、2つの条件。これが総再生時間の4000時間と、チャンネル登録者が1000人以上。これは、時間に対しては視聴者が有限なので、すでに実績のある先行者のチャンネルが優先的に YouTube にお勧めされます。それは実績があるからですよね。YouTube のチャンネルの表示回数が私は減少しました。もう一つ、チャンネル登録者数1000人に対して、まず、表示されないので認知すらすれません。それに加えて、すでにお気に入りチャンネル登録されている人を見るので、新規開拓の枠っていうのが時間が取らなくなったんですよね。結果、新規チャンネル登録が難しくなった。対策としては、広告収入で YouTuber 成り立っている。なので、YouTube を載せる、何?広告を載せる YouTube にとって有益な動画を意識します。YouTube で評価を上げるためには、自分で YouTube の利益となるように自分で集客する必要があったんです。で、この28日間に3万1000回表示のインプレッション、そのうちね、42%なんと自分がね、集客しています。Twitter に関しては3万1683回のプロフィールのアクセスを、誘導しています。配信アプリリアリティカルでも集客をしています。外国人へのダイレクトメッセージは反応が良くて、チャンネル登録にはつながりました。その他の取り組みでは、視聴者を国内に限定せず、先ほど外国人に反応が良かったっていうので、英語、中国語、インドネシア語、スペイン語、各ブラジルね、ネパールとか5カ国語に概要欄と字幕を翻訳しています。なんでこう規模が大きい国で、一つだけね、ネパールっていうマイナーな言語なんです。なんでこれを扱ってるかっていうと、私の友達にネパール人がいるからです。そう、インド料理が好きでね、カレーを食べるのを毎日楽しみにしています。よしよし、対策としては、動画編集の効率化、AI の分析ツールで、無音区間のカット、これをね、採用したんです。なんで、私が何も話していない部分っていうのは自動でカットされるようになりました。あとは、字幕を勝手に、AI 認識されるので、なるべく滑舌、聞き取りやすく、機械用に発音する必要があります。その他、結果の現在のチャンネル登録数の実績と、今になったんです。なんだけど、1日に Twitter にアプローチ、フォローしまくりとか、何?興味もないのにいいねを押したいとか。それって自分に嘘をついてるので苦痛でしょうがないんですよね。それをなんとね、1日にね、1131回やってる計算になるんですよ。実際もっとやってるような気がするな。嫌だからね。この膨大な時間をコンテンツの台本作りに回したいで、それくらいのくだらないことをやってるのがあったらね。弊害が起きていることをこんな感じで、メンタルもよろしくありません。コンテンツの更新頻度を落とさないといけないし、で、結果はこのように限定的で、私の嫌な思いをしてやってる割には、チャンネル登録者数は増えず、反応は悪かったっていう感じ。で、これからの新規事業100万円で、その収益化を決定的なものにしたいと思っています。で、言いますね。で、
この補助事業計画100万円で何を使いますかっていうものです。はい、タイトルは YouTube 競争激化に伴う差別化収益化オンラインの講習で、その事業内容はコンテンツがある状態で広告を打ちます。まず一番わかりやすいですね。そうすることで今までの1日1131回以上の効果を YouTube の公式のプラットフォームで期待できます。で、最も力を入れるべきなのは差別化のためのこのみんなが集まれるこういう会議の場所。私話すのを聞いてもらうのが好きですからね。あとはキャラクターの飛躍的な表現力向上です。仮想空間、クラスターって聞いたことありますか？これは様々なバーチャル空間を提供してくるサービスです。インターネット上の仮想空間でも同じようなことができるようになる。オンラインや展示会。このサービスは、勉強会をバーチャル上でやったり、打ち合わせも飲み会もできたりします。最大の特徴は、この専用機材の VR ゴーグルを使わなくても、スマートフォンやパソコンで十分楽しむことができます。このプラットフォームは無料で利用ができます。新型コロナウイルスの感染症によるイベントの自粛っていうのが続いて、セミナーの展示会の VR ニーズが急上昇中です。リアルで人が集まれない状況下なので、無観客で開催して動画で配信をするか、バーチャル上で開催するかっていう二択になるようです。こういう参考の資料が面白いやつがあるんですよね。このネムさんはね、説明が長いので、概要欄に、載せます。リモートワークの普及を背景に、この企業のセミナー展示会など、ビジネス面でも活用が広がっている VR 世界。リアルで培った経験や固定概念にとらわれず、仮想空間上でユーザーに価値を提供できるようになりたいです。これ決まりましたね。あとは私のキャラクターの表現力向上です。これ、そもそも、なぜ VTuber を採用したのかっていうのが採用者は聞きたいわけなんですよね。顔出しというものは人にファンがつきます。じゃあ、顔出ししない動画を投稿するとどうなるのかって、それはその人ではなくてコンテンツにファンがつきます。フェルメ研究所をはじめ漫画系の YouTuber が人気なんだけど、ほとんどの人は投稿者の名前すら知らないんです。この場合は、自身の知名度がなくても手っ取り早く再生回数や登録者を伸ばすことができます。でも、コンテンツのファンは発展性が少ない。登録者が数十万人いるチャンネルでも、Twitter のフォロワー数は登録者の10分の1にも満たないケースが多く、そのコンテンツ背景が変わると見てもらえない可能性があります。じゃあ、自身に、私にファンがつくとすれば、YouTube での活動をビジネスやキャリアに活かしたいんだったら、あなた自身のファンを集めることが大切です。YouTube で登録者を増やしても、あなた自身にファンがつかないと横の広がりはないです。あなたについたファンは基本的に何をやっても応援してくれます。ゲーム実況、歌、動画、あとは怪しい壺を売るとか。配信の内容が変わっても、あなたのファンはついてきてくれます。配信者がグッズを販売しちゃったとすれば、喜んで購入してきてくれます。メンバーシップ、スーパーチャットなどの投げ銭の支援も期待できます。現在は、信用経済社会と呼ばれる社会に突入して、お金よりもファンを多く抱えている人が有利な世の中になってきているんです。理由は、多くのファンを持っていればできることが格段に増えるからです。ファンの力を収益化通したものは、独自のコンテンツともなり、動画の質を飛躍的に向上することができます。私だけじゃなくてみんなで考えるものなので。いや、ちょっとなまってきたな、言葉が。他にも、あの人に伝える、国に伝えるとすれば、プライバシーを保ちながら、人にファンをつけることができます。画像表現が向上した現代、自分の覚えてもらいやすい名前、実績から興味を持ってもらう肩書き、外見がいいことによって評価がプラスのバイアスがかかるハロー効果、つまり自分自身をデザインする時代が来てます。
このバーチャル YouTuber の将来性に着目したんです。美しい容姿によるハロー効果。VTuber の方が実際の顔出しよりもメリットが大きいっていうのはなんとなくみんなわかりますよね。ハロー効果っていうのは人間が評価をするときに外見の顕著な特徴に引きずられて評価が歪められることです。外見の印象によって内面の評価にバイアスがかかる現象で、容姿がいい、見た目がいい人間は多くのメリットを享受できます。プロモデラーが作成した美しい容姿は視聴者に認知バイアスを起こします。同じ配信内容でも見た目によって反応が変化するということです。で、共通する美の基準っていうのが進化心理学であるようで、人間が異性に対して魅力を感じる部分、それは健康だったり生殖能力。まあそうですよね。健康。人間は本能的に健康で生き残りやすい異性に対して魅力を感じるもの。生殖能力に関しては、女性の豊かなバストやヒップや多産が可能であることを表現していて、また艶のある髪大きく澄んだ瞳、澄んだ感じ、これ違うな。大きく澄んだ瞳、張りのある肌は若さの象徴です。快楽中枢が反応する。脳の研究では、人間は美しい顔を見ているだけでも脳の快楽中枢が反応するらしいです。VTuber は人間の本能に訴えている、効果があります。結論、VTuber になった方がハロー効果で有利になるっていうのが、今回説明したんです。ちなみに人以外でもハロー効果は起きます。かっこいい、かわいい動物、かっこいい車とか、視聴者の好みにヒットしたらハロー効果により全ての評価がプラス方向へ引き上げられます。逆にモデルがしょぼいと企業 VTuber に見慣れた視聴者、モデルのクオリティが低い場合、動画の評価がマイナスになります。まあ、この程度のクオリティモデルなら、動画も大したことないでしょうね。っていう感じです。で、見た目しょぼいと、サムネイル自体も見てもらえなくなる可能性が高いですよね。こんなね、どうせ大したことないでしょ。ハロー効果によって同じ動画内容でも、視聴者の印象が大きく変化するっていう話でした。なんで、登録者100、この予算の100万円を使う内訳としては、登録者を増やすためにはモデルは常にアップデートしていかないとならないです。モデルのクオリティに上昇に伴って登録者数も増加していきました。きっと私もアップデートしたら世界が変わると思います。いや、まだね、観測してないんですよね。一応スケジュール、内容、サンメンズの制作っていうのはもうやってるんです。そうそうそう、経費がね、去年の1月8日まで遡れるんですよね。これお得情報ですね。これで100万円の補助のお金があることによって、どういう効果がもたらされるのでしょうか。オンラインセミナーを 3D キャラクター VTuber で行うことによって、視聴者とのコミュニケーションが可能になる。いや、私もこういうことやってみたいな。いや、友達がいないな、ネットもリアルも。モチベーションを高める機会を提供していきます。あと、私がいる場所を作りたいです。結局のところ、収益化を達成する人は、活動と改善を継続してきたからです。将来は、こういう勉強会っていうのを開いてみたいです。これは私の願いです。あとは、収益化の予想。非常に開きがあるんですけど、現在の再生回数は4000回毎月。で、収益化は多分5000回ぐらいになるんじゃないのかな。で、広告単価が0.1円か0.8円で開きがめちゃくちゃあります。それはカテゴリーによる違いです。キッズ系になると、やっぱり子供っていうのは買い物をしない、お金持ってないので低めになります。で、逆にビジネス系になると、不動産や車とか大きい金額が動くので、広告単価っていうのは高くなります。で、低く見積もって、こ、あの、
毎月2500円の広告収入、投げ銭は含んではいないです。そうですね。もらったことないし、もらえそうと私は思ってないので。いやー、そんな可愛くないからね。顧問収入が毎月3万円あればいいなーと思います。なんていうの？マネジメントが得意なので。というのも、今日もね、マックスバリューの、カレー屋さん出店の打ち合わせをやってきて、で、手数料が18%で、場所代はキッチンカーなのでいらないとか、そういう話。あとは、あとは、検便の話だったり。あとは毎月20日に利益振り込まれるとか。手数料は自分持ち、私持ちとか。まあ、改めて見てみると、私が 3D になったのを想像すると、このできることっていうのは飛躍的に伸びそうですよね。もう少し私も更新頻度を上げていかなければね、あんまり意味はなさそうですけれど。っていう感じかな。今、配信時間は40分なので、もうカット編集していくと半分くらいになるかな。もう一応導入手順までは確立ができている。このバーチャルになると何ができるかっていうのもね。じゃあ最後に撮影機材だけ、もう軽く説明します。大きく分けて、バーチャルモーション使わない、非接触のカメラだけっていうんだったら、ラップモーションっていうやつ。これは1万4000円でね、なんと揃っちゃうんですよね。これが、まあ、ベストでいいなとは思うけど、VTuber の面白さ、あとは配信、機材の使い方っていう感想レビューっていうのも書きたいので、そう、手軽にできる、オキュラス2がいいなと思います。これ何がね、いいか、このバイブ2よりいいんですよね。何がいいかっていうと、トラッキングの方式が、インサイド方式って言って、ここにカメラがあるじゃないですか。そのカメラで自分の手っていうのを認識して、指差し、ピースって、パーとかじゃんけんができるんですよね。まあ、精度はそれなりですけど、取り掛かり、圧倒的にコストパフォーマンスがいいんですよね。まあ、一方、これは対極になるんですけど、ハイエンドモデルの HTC Vive Pro 2っていうの、なんとね、価格がまず17万、1万7000円じゃないですよ。やばい。で、トラッキング方式っていうのは、アウトサイド方式といって、ここには2つのセンサーがあるじゃないですか。これをね、壁に対極線上に取り付けて穴開けるなりにね、この時点でね、すごそうだな、めんどくさそうだなと思うんですよ。そして、この持つものがね、大きくて重いらしいんですよね。ライトセーバーみたいによくみんな振り回せるなと思います。よし。最大の違いは、表現力の精度の高さと、あとはデメリット、手軽さに欠けるっていうところですかね。オキュラス2に関しては2種類あって、128GB モデルと256GB モデルがあります。だいたい1万円ぐらい違うのか、1万2000円ぐらい違うんだけど、これ PC につなぐんだったらこちらも十分っていうか、こっちでいいと思います。なんていうの、私が 3D でできたとすれば、こういろんなポーズができるんじゃないですか。それでサムネイルの質にも大きく向上するんじゃないのかな。バリエーションが増えますよね。あとは MMD で踊ってみた。踊らされてた。あ、それは言い方がね。よし。これで朗読終わり。活動の実績、アクティブ区間っていうのを出したかったからね。いやいや、まあこれで配信終わると思います。お疲れ様です。最低遅延モードにしたので、コメントしたらすぐ反映されるんですけどね。現在の視聴者数は6。総再生時間は8時間36秒。再生回数は33回。どれほどの影響出るんでしょうね。それでは、お疲れ様です。バイバイ。おー、びっくりした。いたんですか？ びっくりした。おー、のげんちゃんいたんですね。びっくりです。まあ、でもね、感謝です。すごいね。もうね、誰も聞いてもらえないと思ってね、独り言を言ってたんですよ。他人に期待すると誰も聞いてなかった、落差ね、半端じゃないんで。
3、じゃあ切ります。3、聞いてくれてありがとうございます。3、2、1。